あ、食ったね。やっと食ったよ。あ、話した？こっちに走ってきてない？あ、そうだよね。うん、走らしてる。よし。丸飲みしたね。頼むよ、頼むよ。通ったわ。そんな大きくないけど、コンって当たったね。ああよかった。頼む、頼む、垂らして垂らして。よし、よいしょ。はあ、はあ、結構いいんじゃない。40はないけど35ぐらいあるでしょ。はあ、いやー、諦めなくてよかった。ヤーマースティックの8インチのうなぎカラーです。進化は 1.8g。 最初は流れがあるところばっかり狙って、でボディーウォーター絡みだったり、流れがよれるところだったり、そういうところばっかり狙ってたんですけど、まあ、ちょっと日が差してくると暑いんで、まあ、そういったこともあって橋の下とかも探ってみてなんですけど、なかなか反応がなくて、やっとここの橋でちょうど中心あたりですかね、流心あたりで来てくれました。コンって1回だけのバイトだったんで、丸飲みだったかもしれないですね。ああ嬉しい。はい、ワーゴでつけて35、34ぐらいですかね。下顎つけると35、上顎で34ぐらいです。はい、じゃあ優しく返しますね。ありがとうね、バスちゃん、ありがとう。芝高いからネットでごめんね。よいしょ。いやー、ここで釣ったことはないんで、まさか釣れるとは思いませんでした。今なんとなく向こうから風が吹いてて、でこういう感じで、まあ、流れがあるんですけど、その流れに対してこのボディーウォーター流心が多分一番流れがカレントが効いてるんじゃないかと思って、まあ、最初は岸際で巻物シャッドテール巻いてたんですけど、まあ、出なかったんで、でそのフォローということでヤーマースティックを岸に落として、で今度は最後流れが強いところでヤーマースティックを落としたら一発で食ってくれました。やっぱりキーは流れですね、この時期は。